日経平均株価の下げ幅がまた一気に拡大しています。今900円を超えました。連日乱高下する日経平均株価、今日も一時900円以上値下がりしましたが、その後1100円以上一気に上昇、激しい値動きとなり、終値は昨日より414円高い35,089円でした。おとといの月曜日、終値ベースで4451円安と、1987年の株価大暴落、ブラックマンデーを超える過去最大の下げ幅を更新した日経平均株価。昨日は一転、一時3400円以上値上がりし、終値で過去最大の上昇幅を記録しました。やっぱりニーサとかやってて、すごい下がったりして不安だったり、まあ、上がったりして、まあ、喜んでいいのか分かんないですけど、踊らされてるのか、こんなになんか浮き沈みがあることって普通なのかなって思いますね。今年は政府が推奨する新ニーサで多くの人が投資家デビューをしましたが、中にはもう見切りをつけた人も。周りがパニックになっている。どうすれば。新ニーサ速攻で損切りした。新ニーサもうやめる。国に騙された。まるでジェットコースターのような乱高下とパニック状態の投資家もいる中、政府は新ニーサにつきましては、相場の下落等の市場変動が進む中にあっても、長期積み立て分散投資の重要性を考慮して冷静にご判断していただきたいと。なぜ乱高下したのか。そして日本経済の今後は、専門家とともに考えます。はい、ひろゆきさんどう見てますか。まず新ニーサそれ自体は利益が上がったときに税金払わなくてお得だよねっていう制度なので、その新ニーサ自体がどうこうというのはちょっとおかしいと思うんですよね、はい、でただ新ニーサ自体はその長期保有をすると得ですよっていう方向にしてるので、で例えば SP500 とか30年持ってると10倍になりますよとか、なので長期保有用のためのものなんですよね。ニーサ積み立てとかもあったりするので、なのでほっときゃいいのになんでみんな株価見るのかなっていう。で狼狽売りをして、あ下がった下がった、じゃあもう一回買おうってやるとまたそういう手数料取られたりするので、むしろ損するので、基本的にニーサはほっといた方がいいと思うんですよね。ただ個別株買った人は逃げた方がいいかもしれないです、はい、なるほど、まあ、これだけ、ね、大きく下がるとニュースでも大きく取り上げますからね。どういうふうに考えたらいいのか伺ってまいります。ではゲストをご紹介いたします。まずは自民党衆議院議員で新ニーサを担当する内閣府大臣政務官でいらっしゃいます神田純一さんです。神田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんばんは。これを見ると、私今日はサンドバッグ役で呼ばれた感じですね。まあ、新ニーサのせいではないというね、ひろゆきさんのエクスキューズもありましたけども、はい、まあ、この間始めましょうというね、大々的なこうキャンペーンもありましたから、そのあたりは伺っていきたいというふうには思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてもう一方、トルコ出身のエコノミストでいらっしゃいます、おなじみのエミン・ユルバズさんです。エミンさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで、日経平均ですけども、おとといですね、過去最大の下げ幅を記録しましたということです。昨日今日反発してるんですけども、ご覧いただいてますこのチャートですけれども、年初からのチャートということですね。1月から見ると、まあ、結局その後ずっと上がっていったんですけども、一気に吐き出してしまったということになりますね。少しまあ上がった戻したんですけども、とは言ってもね、この1月以降に結果的にはですね、新ニーサだと言って始めた人、あるいは積み立て始めた人、今この時点でほとんどの人がマイナスになっているということになりますと、これをまあどう捉えるかということで、まあ、狼狽している人たちもいるという、はい、さあ早速神田さん、これどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。まあ、株式の相場ですので、上がったり下がったりということは当然あるわけですし、また、はい、こういうショックは、まあ、10年に1回ぐらいあるというふうに言われていますので、それが、まあ、このタイミングに来たということだと思います。ただ先ほどのシーンで、林官房長官が言ってましたけれども、やはり新ニーサ、まあ、ニーサは中長期で資産形成をしていくための制度ですので、こういったその短期の変動にはあまり一喜一憂せずに、
冷静に長期積み立て分散をコツコツ続けていくということが大事だというふうに改めて神田さんに先に一言伺っておきたいのは、はい、神田さんがまあ新NISA担当だということでご紹介しましたが、はい、まあ、具体的に何をなさってる何の担当でいらっしゃるかというのを少しお聞かせいただけますか。はい、私はあの金融庁の担当の大臣政務官という形で、はい、鈴木俊一大臣の下の担当になるんですけれども、うん、新NISA自体はあの今年のよりも1年前にまあ、大幅に拡充して高級化をするっていうのを決めてましたので制度のデザインは私はしてないんですね。去年の9月に大臣政務官になってからは、まあ、導入の準備とそれから実際に1月前後からはあの新NISAについての周知活動をやったり、うん、まあ、イベントに出たりということ、うんうん、あるいはあの今言ったようなあの長期積み立て分散という話を皆さんに、まあ、金融経済教育って言いますけどそういう形で広めたりということをしてきてます、うん、はい、あのもう一点だけ先に伺いますがあの今日も自民党の金融調査会があってということで、はい、どんなお話になってんですか。それこそねあの狼狽売りしている人がたくさん出てるんじゃないかみたいな話もありますが実態はどうなのかっていうのはあの株式市場自体の要因、まあ、下落した要因というのはたくさんあるだろうと、はい、ただ、まあ、あの株式が下落した他の国に比べて日本が大きく下落したというふうに言われてますので、まあ、その要因をちゃんと冷静に分析をした上で、うん、もし構造的な欠陥などがあるのであればちゃんと手当てするべきだというような議論をしてました、はい、で、NISA についてはあの、まあ、金融庁が先週から今週にかけていろいろ証券会社にヒアリングをしてきてるんですけれども、うん、今のところあの大きな解約を求める動きっていうのはそんなに出てはいないと、うん、はい、一方で、下がったのを機に NISA を始めたいっていう人たちも結構いるということで、うん、はは、まあ、比較的冷静に対応してもらってるんではないかと。むしろ回避出動してる人もいるんじゃないかと。そうですね、あのそういう話が金融庁からは今日の話の自民党の調査金融調査会でも出てたということですか、はい、ですからネット上で結構言われてる大損だと、はい、政府何してんだみたいな話になったりしてますが、はい、そういう認識ではあの受け止めてらっしゃらないということでよろしいですか。今画面にあるもうやめちゃったみたいな人とかあの中にはそういうふうに思われている方もいると思いますが、まあ、NISA さっきあのひろゆきさんおっしゃっていただいたようにあの収益が出た時に税金がかかりませんよという制度なので、はい、損切りをしても NISA を有効活用していることにはならないんですね、うん、ですからあの損切りしたいって言った時に証券会社では今損切りするとあのNISAのメリットは生かせませんよというような説明をして冷静にご判断くださいというような対応をしていると思います。何しろね今画面に出てますように、まあ、貯蓄から投資へということで政府が旗を振ってきたこともあってですね今年1月から6月に、まあ、250万近くの証券口座が大手10社だけでこれだけありますよということと同時に7兆5000億円が、まあ、投資に回っていると投資されているということですから、まあ、ここであの損切りしてしまうとそれは失われたものになるということは抑えておかなきゃいけないということですね。さあひろゆきさんお待たせしました、どうぞ。あ、その神田さんが日銀出身ということでお聞きしたいんですけど、もともとアメリカの失業率上がりましたとか、アメリカも政策金利上げ下げる予定ですとか、まあ、イラン戦争になるかも、イラン、イスラエル戦争になるかもしれないって、いろんな要因がある中で、それをつついちゃったのは、やっぱり日銀の利上げなんじゃないかっていうふうに言ってる人、結構多いと思うんですけど、うん、日銀出身の神田さんとしてはどう思われますか。うん、なるほど、まあ、前提として日銀は、まあ、独立性のある中で判断をしていますので、まあ、政府と密接には連携してますが最終的には日銀が独立して判断をしています。で、先週の31日の時点で金融政策を変更した時には、まあ、ちょっと早いかなという声はあったんですけれども市場は交換をしてその31日の午後は上げてるんですね。ですからその後の植田総裁の説明も日本経済の回復力は非常に強いと個人消費もこれから良くなるので、まあ、植田総裁はかなり自信を持って利上げをしたというふうに、まあ、そういう説明があったと思ってますのでその時点ではまあうん、悪くはなかったんだと。神田さん利上げをしたのは利上げしたんだけど、はい、その後のコメントが聞きましたよね、はい、今後も上げるって言ったもんだからこれは大変だというふうになった。そして今日なんて、はい、あの内田副総裁があそんなことはできませんみたいなことになっちゃったからそれを受けて今度下げから上げに転じたみたいなこうコメントの影響力は結構大きかった気がしますがここはいかがですか。うん、そうですね、あのコメントは結果的には少し強すぎたかなという批判はもちろん私はあの金融庁の大臣政務官の立場ではなくて個人的なあの、はい、コメントですけれどもそういうあのコメントはたくさんありますが、ただ日銀もですねあのその金融政策を変えて終わりではなくて、うん、市場のコミュニケーションの中で、それを織り込ませていったりあるいは微調整をしていくということなので、まあ、今日あの副総裁が内田副総裁が少し弱めのトーンでしっかり、うん、あの金融緩和を続けますよということで、まあ、
調整したということだと思います。はい、エミンさんにお聞きしたいんですけど、そのもともと160円くらいの円安の状態で、じゃあ日銀が 0.25% 上げますって言ったら、うん、まあ、めっちゃ円高になりました、140円台まで行きましたっていうので、やっぱりそのアルゴリズム的にロスカットが出ちゃったよねとか、円キャリートレード の、まあ、あの回収をしなきゃいけないよねっていうところで、その大きな動きが出てしまっただけで、実体経済とは結構無関係な部分でこの乱高下はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがですか、エミンさん。いや、おっしゃる通りです。全く実体経済と関係ないですね。というのはもうそもそも160円というのは相当行き過ぎてたん でそこに、まあ、結局日銀、まあ、財務省が介入せざるを得なくなったと。で、まあ、ちょうどそのタイミングでアメリカの景気指標が悪化し始めたんで、まあ、ちょっと動きが加速して、で日経平均の下げもですね、あれ全く個人関係ないです。ローバー売りとか言ってるけど全く関係なくて、そもそも新ニーサって7兆円ってさっき出てたけど、これほとんど日本人外株買ってるんで、日本株を買ってるそうわけじゃないんですよ。それが円安を加速させたっていう、ね、そうさせたって私が言ってるんだ。で、唯一だから、ね、そう、新ニーサに苦情があるとすれば、あれを日本株に限定しなかったっていうのは、お金が海外に流れていく、そう流れていって、うん、それが円安を加速して、結局円安が進みすぎたからこそ日本の個人消費が弱含んで、はい、日銀が動かざるを得なくなったと。でかつ日銀が全く悪くないと思っているんですよ、私。あの 0.15% ですよ、実質利上げね、うん、はい、あんなもんで普通なんか景気が崩れないですよ、うん、でむしろ遅いぐらいで、はい、遅すぎたぐらいで、もっと早く動けばキャリートレードがここまで膨らむことがなくて、160円に行くこともなくて、はい、まあ、緩やかにその為替も多分株も動いたんじゃないかなと思います、うん、だから月曜日の動きは、うん、まさに外国人投資家のこれオプション絡みの先物絡みの動きです。これは個人は全く関係ないです。そうですね、さあラムさん、ここまで聞いていてどうでしょうか。いや、うん、そもそもの話を聞きたいんですけ ど、はい、なんで国は国民に新ニーサをこんなに押したのかなっていうのが気になって、な、うん、もう年金あなたたちにあげれないから自分でお金作ってね、うん、っていうことですか、うん、それは神田さんいかがでしょうか。非常に端的に質問いただきましたけれども年金が厳しいというのは皆さんいろいろ認識はされていると思います、はい、で認識が、まあ、もちろん少子化とか高齢化があるので、ただ年金が厳しいからって言って消費を、抑えるとどんどん日本経済は弱くなっていくわけですね。ですから他の国のようにちゃんとその貯蓄だけではなくて投資にお金を回してくださいよと、特に今インフレになってくるタイミングでは銀行預金に置いてるだけではどんどんインフレに負けて目減りして、実質的には目減りしていきますので、やっぱりその資産形成を中長期的に考えるためには長期積み立て分散をやっていくのが大事ですよ。そのためにはこのNISAっていう制度が大幅にまあ税制を緩和したので、はい、ぜひこれを使ってくださいと。あと投資をどうぞ。でもその、うん、すごいいいです。新ニーサを担当した神田さんにちょっとお聞きしたいんですけど、それだったらニーサ日本円日本株に限定した方が良かったんじゃないですか。エミンさんが言う通りね、結局外国株に半分流れてしまって円安になってしまってっていうので余計物価が上がってしまうっていう、だからもう予想できてたわけじゃないですか。なんで限定しなかったんですか。ニーサの制度設計自体は先ほどから言ってるように長期積み立て分散ということで、分散っていう意識もあるわけですね、うん、それは日本株だけに限定するっていうのはやはり分散ではならないと。そこはフェアなんだ。海外に投資してそれが大きく膨らむことで、じゃあ日本株も買ってみようかというフィードバック、うん、いいフィードバックが思った以上に海外にばっかり行ってしまったっていうのはちょっと考えどころかもしれませんね。それだったらでは積み立てニーサと普通ニーサがあって外貨は 10% だけね、うん、そうね、90% は日本株にしてねとかでもよかったわけじゃないですか。なんでそんな海外にその割合自由にできるようにしちゃったんですか。制度設計は都度見直して変えていく面はあるので、 その今の、日本株をもっと優遇すべきじゃないかというような、うん、神田さん一応ひろゆきさんに、はい、外国に住んでる人に言われたくないって言っていいですよその上で、どうでしょうか。エミさん一つ私からも質問があって、先ほど年初からのチャートを見ていただきましたが、うん、ほぼ、まあ、吐き出した形で戻りましたという株価のチャートをご覧いただきました、うん、その上で、うん、実は円相場もほぼ同じ動きをしているという感じでして、うん、円安に進んだ分が全部吐き出された感じになっていると。つまり結局円安と株高はやっぱりセットで、うん、円高と株安もセットだっていうふうに考えたときには、日本は今後利上げをしていくとすると
やっぱりこのまま引き続きずっと円安というよりはやや円高に向かっていくんであろうという想像がつくとすると、そのまま株価も同じトレンドを保つのかっていうのは、ここはちょっと見方が違うんじゃないかという気もするんですけど、ここはどういうふうに考えたんですか。まず、これからはですね、私は本格的な円高局面、例えば民主党政権の時代のようなですね、まず円高になると思わないですね。というのは構造的に日本の経済構造とアメリカの経済構造が変わっていて、日本は昔のようにすごい分厚い経常収支、貿易収支出してるわけじゃないんで、はい、常に対米デジタル赤字を抱えてるわけですから、よってものすごく円高が進むとは思えないですね。でただ行き過ぎた分の例えば130円140円前半ぐらいの為替っていうのは輸入企業にとっても輸出企業にとってもものすごく居心地いいです、はい、でこれ為替と株っていうのは必ずしも実はですね、その関係、相関関係がないんですね。たまたま一緒だったと思ったんですか。たまたま一緒で、必ずしも相関関係で、今後金利上げますよね。すぐ上げられなくなった、それは言う通りだけど、はい、やっぱ上げていく方向だとするならばって、たまたまだと思って、はい、たまたまっていうのは例えば、円安でも150円まではだいぶ要は追い風だったんですけど、150円以上は株価にあんまり影響なかったんですよ、そこもそれ以上の円安になってもむしろなんか日本が何か動くんじゃないかってみんな警戒してたぐらいですから、よってなぜ株は上がってるかって、これものすごくシンプルです。皆さんこの10年間っていうのは日本の株価っていうのは 4倍になってるんですね、日経平均で。その間に上場企業の一株当たりの利益も4倍になってます、シンプルです、それだけ。はあ、つまり利益が増えてるから、上場企業の売り上げが増えて利益が増えてるから株が上がっている。なるほど。で私はそれは今後も続くと思っている。ありがとうございます。今7000円台の時に、ね、NISA 始めればよかったって話だったんだけど、あの頃って2010年前後って日本が良くなるような気配ってあんまなかったんですよね、現実ね。でもこの2020年代それこそ令和に入ってから急に風向き変わってきたなと思ってて、要因いくつかあって、海外メディアとか海外のエコノミストの記事読んでると一番大きいのは実は経営者の世代交代なんですよね。70代の今の団塊世代の経営者がいなくなって、で今の50代60代ぐらいの、ね、その新しい世代の経営者に変わったことによって、ガバナンスとかその利益の出し方にする考え方が全然変わり、まあ、どっちかというとグローバルスタンダードに変わってきたっていうのはすごく大きい。これが、ね、多分一番要因として大きい。あとはもう一個は中国がああなってるので、経済安全保障の観点で中国から資本が流出してそれが日本にやってきてるっていうね、それこそ台湾の TSMC の工事が熊本にできたりとかっていう、なんかいくつかの要因が重なってこの令和になってからの5年間で一気に日本がこれポテンシャル高いんじゃないって見られるようになって、だからまあウォーレン・バフェットが日本の総合商社に投資したりとか、いろんなこうね、日本に資本が流入してくるようになってきてるわけでしょ。だからそこの流れを見れば多分これからまさにやるべき時期だったんじゃないかなと思うんですよね。はい、実は私内閣府の経済対策とか景気対策の担当もしているんですね、はい、でその観点から言えばまさにおっしゃる通りで、今日本は景気回復の入り口に差し掛かっているところなんですね、でこれから投資が効いてきますし、また実質賃金も27ヶ月ぶりにプラスにやっと転じて、これから皆さんに景気回復の実感が回っていきます、でこういうこの先数年かけてじわじわ景気回復の実感が回っていきますので、今から始めても全然遅くはないというふうに思っています。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。